どうもレオです。コッチです。いつもご視聴ありがとうございます。それではサッカーつくロードトゥーワールドガチャ引いていきたいと思います。はい、やっぱ来たわ。来た途中ね、これ来たの、あの3000でさ、10連で1人確定みたいなポジ、あの戦術別のやつ来たんだけどさ、悩ませてくるやつ、悩ませてくるやつ、うん、我慢したのよ、ぐっと我慢したの。やっぱ来たわ、追撃イタリア、イタリアリーグスターズだっけな、セリエ A のスターズってことで、ラウタロ・マルティネスがまず来たのと、でまあレジェンドであれだね、アルバロ・レコバ、まあもうインテルで出てきてから新しく装いもあるだろうって感じだけど、うん、4つ S がついて、最後あれで虹を描く左足、うん、来ましたね。これあれですか、ね、前も話したかもしれないですけど、レコバの名言から来てます。今日が雨上がりのピッチなら僕の左足で虹を描くよって。レオも今度行ってみれば惹かれるでしょ。この人だから許されることよ。レオじゃダメだ。そんな、だって俺だってボール蹴れないんだから。レオじゃもうドスベッタ、ね、そう、サッカー見るの好きだけど全くできないから。虹をかけよう今日は。かけたい。であとセイドル、うん、セイドル出すぎじゃない、うん、めっちゃ出てくるね、毎回で。出てきた。ただね、俺ね、どうしてもね、今、キーマンセーブルまだ使ってたりもするけど、そろそろ脱却すべきなのかっていうのと、クリバリ。クリバリ。結構ね、この選手好きなんですよ。あのね、ボールジャマーだ。そこ、パワフルモンスターとかっていう書いてあるけど、この人ね、足元うまいのよ。パワフルモンスター。そう、だからこれフィード持っててもよかった気がするんだけどね。パフルモンスターにめっちゃ惹かれてるじゃん。メニャン。メニャン。舐めてる？舐めてるあなた。すごいいいキーパーですよ。メニャン。メニャンがいいな。まあ、こんな5選手が入ったガチャが来ましたよと。あ、でもさ、俺イタリアリーグスターって言ってるからさ、この流れでバティ行くんじゃない？ルイコスターが来たならバティストゥータ来ねえかなって思ってたり。ああ、来るかも。もうするのよ。この後ね。うん、でその時は、まあ、その時はちょっと場合によっては、ね、あると思いますけど、まあまあまあ、今回10連。10連メニャン。10連メニャンじゃない。やめて、お前がそれ言うとさ、出んのよ。そんなことない。まあ、出るなら出たなら、出るなら嬉しいから。ありがとうございますだろうが。そうっすね。そうだった。違うな。なんだろう。なんか釈然としねえんだよな。レコは欲しいんだけどな。まあいいや、行くぜ。10連だよ、だって10連で出んよ、なかなか。いやでも10連でレコバ来たらもう勝ちだよね、うん、てか星5出たら勝ちよ。来い、怖い、お願い、誰か、レコバがいいって言ってた。レコバがいいな、レコバかクリバリが来たら嬉しいな。いやー、置いてくんないね、置いてくんない。おっ、あー、中央は違う、カウンターなんで今回4って書いてあった。4って書かないで。そうなの、4って書かないで、分かっちゃうから。あ、そう、あ、本当にね、盛り上がれないのよ。でも逆にもう期待させない方針、うん、あんまり期待させるとショックがでかいから。あ、なるほどね。そろそろ特別格とか来る気がするんだよ、枠が。そうだね、来い。ああ、ああ、ああ、またか、ああ、ダメでしたね、全然だったわ。いやー、まあまあ、また10連1回でそんなサクッとね、最近ちょっと出過ぎだったからね。そうだよ、まあまた貯めてどっか追っていくから、あれ、あれ、コバを追うのかルイコスターを追うのか迷うな。まあでも貯めて楽しんでいこうと思うわ、うん、引き続きね。はい、じゃあ今回ここまでで、最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。